大見コンテナ不当は東京港にあるコンテナ不当の一つである。軽流数2528隻、総トン数39766342トン、取扱い貨物量15443921トン。大見 CT とも。大見コンテナ不当には、青海の中部と南部の西側に、 南北1570メートルの岸壁があり、A0 から A4 と呼ばれる5つのバースが設けられている。南側の A0 から A2 バースは公共不頭、北側の A3 から A4 バースは専用不頭である。面積は大井コンテナ不頭の約半分、品川コンテナ不頭の約6倍である。A0 と A1 バースは水深13メートルで、 総トン数3万5000トン級に対応している。A2 バースは、推進15メートルの高規格バースであり総トン数5万トン級の船舶に対応している。A0 と A1 バースには15列対応のガントリークレーンが2機ずつ。A2 バースには16列対応と18列対応のスーパーガントリークレーンが1機ずつ備わっている。海上コンテナの積み下ろしや整理は、トラックや、 ストラドルキャリアで行う。コンテナ置き場の後ろには青み流通センターがあり、公共不当と専用不当の間をまたがるように、ワールド流通センターが建っている。A3 と A4 バースは、A2 バースと同じく総トン数5万トン級の船舶に対応している。A3 バースには、A2 バースと同じくスーパーガントリークレーンがあり、16列対応が1機、18列対応が2機、 備わっている。A4 バースにもスーパーがアントリークレーンがあり、17列対応が3機、ある。クレーンの後ろはコンテナ置き場になっており、コンテナの整理は合計19機のトランスファークレーンで行う。ワールド流通センターは、大見コンテナ埠頭の公共埠頭と専用埠頭に、隣接する倉庫、流通加工場である。全長460メートル、幅100メートル、地上5階。 地下1階の建物で、延べ床面積は218,900平方メートルに及ぶ。青海流通センターは、大見コンテナ不頭の公共不頭に隣接する事務所、倉庫、流通加工場である。全長210メートル、幅59メートル、地上3階建ての倉庫の両端に4階建ての事務所棟が付属する建物が2つ並んでいる。 延べ床面積は74,971平方メートルである。2012年に大見コンテナ不当に係留した船は2,528隻であり、総トン数は1,544万3,921トンに及ぶ。これは東京港の総経流数の約10%、総トン数の約24%に相当し、東京港で第2位の座を占めている。 大見コンテナ不当に係留した船の77%は輸出入のための外交船である。外交船の大きさは平均2178トンで1ヶ月に平均162隻が係留する。内航船の大きさは平均893トンで1ヶ月の平均係留数は49隻である。取り扱ったコンテナ数は155万7506個であり。 92%が輸出入である。取り扱った貨物量は1544万3921トンであり、東京港の総貨物量の約19%、総コンテナ数の33%に及ぶ。大ミコンテナ不当に寄港する船舶は、中国航路とそれ以外のアジア航路が最も多く、北米航路が続く。欧州、ニュージーランド、 韓国航路も数本ずつあるが、南米航路はない。大見コンテナ不当には、公共不当と専用不当があるが、2009年から東京港当株式会社が一括して管理している。同年、東京港当株式会社は、公共不当のガントリークレーンの更新工事をはじめ、2014年までに交換を終えた。 新型クレーンはデッキ積み列数が13列から15列になり、5段積みに対応し、巻き上げ速度が120メートル、分から150メートル、分になった。一方、三井倉庫のようなターミナルオペレーターは、コンテナの船積み、船卸ろしやコンテナの増地、受け渡し、空コンテナの保管、受け渡し、修理などを行っている。大見コンテナふ頭の東側には、 お台場ライナー不団がある。対岸には大井コンテナ不団がある。ありがとうございます。